直流バイアスは波形の平均値である。平均振幅が例の場合、直流オフセットがないということである。直流成分のない波形は直流バランスまたは直流フリーな波形として知られている。この用語は電子工学の世界において直流電圧を指す言葉に由来する。それに対し他の様々な非直流周波数は重ね合わせた交流電圧。 電流に類似しており、そのため、交流成分もしくは、交流係数と呼ばれる。この発想は、あらゆる波形の表現や、JPEG で使われる離散コサイン変換のような二次元、変換に拡張されている。電子増幅回路の設計では、すべての能動素子は、信号が印加されていない時に、動作点、定常状態の電流電圧をデバイスに、設定するためにバイアシングをしている。 例えば、バイボーラトランジスタのバイアシングでは、トランジスタのベースに少しの直流電流を印加するために抵抗の回路網が用いられる。AC 信号は同じ端子に印加され増幅される。バイアス回路網は印加する AC 信号を大量にバイパスしないように設計されている。同様に、電解効果トランジスタもしくは、真空管を使う増幅器もバイアス回路を有する。 増幅器の動作点は歪みと効率の特性に大きな影響を与える。電力増幅器のクラスは直流バイアスにより設定される動作点により分類される。直流オフセットはクリッピングや他の望まない変化を引き起こす場合がある。ため、普通は望ましいものではない。電気的な直流バイアスは変圧器を通らない。したがって、 単純な絶縁変圧器を使用して、それを遮断、除去し、もう一方の側に交流成分のみを残すことができる。信号処理用語を使えば、ハイパスフィルタによって直流オフセットをリアルタイムで低減することができる。交流デジタル信号の場合、各サンプルから平均振幅を引き算すると、オフセットが除去される。非常に低い周波数は直流バイアスのように見えるが、これは、 ゆっくり変わる DC またはベースラインをさまようと呼ばれる。DC バランス信号は容量性カップリングや変圧器のついた回路を通過するときのビットエラーを防止するために通信システムで使用されている。位置の並びが AC カプラとして使用されるハイパスフィルタのキャパシタを充電する DC レベルを生成しているとき信号入力が誤って0レベルになると ビットエラーが発生する可能性がある。この種のビットエラーを回避するために、ほとんどのライン符号は DC バランス波形を生成するように設計されている。最も一般的な DC バランスライン符号のクラスは、低重み符号やタイパリティなし符号である。録音の際には DC オフセットは録音した音の望まない特性である。これは、 レコーダーに届く前の音をキャプチャする際に発生し、普通は血管があったり品質が低かったりする機器が原因である。このオフセットにより記録した波形の中心は例ではなく、プラス0.1やマイナス0.1のような例より高いか低い値になる。これは2つの主な問題を引き起こす可能性がある。波形のベースが上に移動したことにより、信号の 最も大きな部分が早まってクリップされる、もしくは聞こえない低周波の歪みが起こる。低周波の歪みは最初録音した時点では聞こえないが、MP3 などの圧縮され損失の大きいデジタル形式にリサンプリングされた場合、これらの破損が聞こえることがある。歪みを低減するために初期のテープレコーダーには DC テープバイアスが使用されていた。 パワーを調整するために、パワー増幅機の中の真空管の制御グリッドに DC バイアスが印加される。無線送信機などの電圧制御発信機では、搬送波の中心周波数の選択は DC バイアスで行われる。周波数変調の場合、AC 成分はベースバンド音声信号に任意の副搬送波を加えたものである。 周波数変異変調は DC バイアスを変更するだけで行うことができる。ありがとうございます。